思い出のガンプラキットレ重種。機動戦士ガンダム。ジオン軍モビルスーツ。試作メカ、ゾゴック。ゴールド、クラッシュ。ゾゴックとは、テレビ漫画、機動戦士ガンダムに登場するはずが、なんやかんやの大人の事情で、本編には登場しなかったモビルスーツなんどすえ。ジャブロー攻略用モビルスーツの一機で、目的を同じくして開発されたアックシリーズの、アックガイ、ジュアック、アックラと、連携して運用することを想定して開発された機体だったのでございます。その、通り。しかしながら、この機体だけ、水陸両用モビルスーツの傑作機である、ズゴックをベースに開発された機体なのが意味不だったもんざいもん。水陸両用モビルスーツとしては、マニピュレーターを持つ珍しい機体で、頭部に装備した、ズゴックの爪みてえなブーメランカッターと、腹部から発射する、デビルカッターみてえなワイドカッター。それに、スクエアカットされた指先を相手にぶち込み、内部をえぐり出してぐしゃっと握りつぶすという、当時的には、ゴールドライターみてえな武器を装備していたものでございやす。そうかそうか、よかったね。ことの起こりは、ガンプラブームの影響により、どのモビルスーツを作ってもバカ売れするもんで、次から次へとモビルスーツをキット化していった結果、キット化するモビルスーツが、とうとうなくなっちまったことに端を発するのでしたとさ。こいつはどげんかせんといかん。ガンプラの火を消すわけにはいかねえのですよ。ボーナスがかかっているからね。そうだそうだ、ごもっとも。仕方ねえんで、機動戦士ガンダムのジャブロー編に登場する予定であったボツメカをだね、ガンプラのラインナップ増強のために新たに試作メカとして設定し、大河原先生がデザインしたランドセルを売りにして、キット化しちまったってわけなのよん。ねえキット、来たー。ぶっちゃけ、富の目も由来のモビルスーツは、当時の目線で見ても、個性派揃いというか、際物だったのだけれどもね。なんせ、クソみたいにガキンチョがゴロゴロしていた自分だもんで、こんな世も末なデザインのメカでもね、ハマっちまうやつが大勢いたのよ。これほんと。当然ながら、このシリーズのどの機体にも、ファンやアンチが大勢いるのよ。わけわかめ。そうだそうだ。そうかもしんない。とにもかくにも、このシリーズの売り上げは良好だったのですよ。これは嘘でもなんでもなくね、ありのままの事実だったもんちっち。その証拠に、最近でもリスペクトされてますからね、未だに大勢のファンが生き残っているって証拠ですのよ。バナイねえ。アニメ本編に登場しないモビルスーツでも、ガンプラにすれば売れるという確証を得たバンダイさんは、好評だった、大河原先生デザインのランドセルを導入した、アッカイアズゴック以外のモビルスーツのバリエーション展開を模索したのですよ。いわゆる、MSV。モビルスーツバリエーションのきっかけとなったシリーズだったのでござりまする。こんな展開、ありえなーい。キットの値段は800円。1982年に発売されたキットだよん。動画で使用したキットは再販版。再販版なのに値上がりもしないで、初回発売のままの800円とは、こいつは、とんでもなく優秀なキットってことなのですよ皆の衆。どういうこと？この場合の優秀なキットってのはね、プロポーションが良くて、可動範囲も広いキットという意味じゃございやせん。金型はすでにあるもんだから、経年劣化による瑕疵を補修するだけでもう満体。莫大な開発費なんていらないので、売れた分がそのまま利益になるのが旨味なのでございます。じゃあさ、40年も前のキットが売れるのかといえば、売れちゃうんだよ、わけわかめ。開発費ばかり高くて、以前のようには売れなくなった昨今のキットよりもだね。固定ファンがいる分、安定した需要が期待できるってことなのですよ。わかれ。そうだそうだ、クリームそうだ。だが、しかーし。ガンプラブームを体験した世代も40代後半から50代だよ。参ったね。もう10年もすらこの世代はガンプラを買わなくなるのは目に見えているのですよ。なぜかって、パーツが細かくなる傾向が強いガンプラはね、ぶっちゃけ、老眼にはきついのですよ。あいたたたー。何それ怖い。正直、俺はそれほどでもないのだけどね。それでも、パソコンによる疲れ目で、目がかすむことはしょっちゅうですよ、こんちくしょう。ダチの中にゃー、色プラのランナーが浮いて見えるとか。スマホの画面が見えないとか、よもすえなことをのたまうやつもいるのでありんすよ。大変だねー、おとっさん。物欲の塊とかし、2万や3万のガンプラでも、カードを使ってバンバン買ってくれてた世代がもうじきいなくなる。後に残るのは、あんまし物を買いたがらない世代だけ。こいつは、企業としては痛いのよん。ですよねー。仮にね、孫とかに、マスターグレードとかのでっかいガンプラを買ってやったとするじゃん。多分ね、喜ばれませんよ。こんなの誰が作るの？どこに置くの？ゲームや現金の方が良かったのに。などと、よもすえなことを言われるパティーン。だって、俺らの世代だってさ、節句人形なんて、置く場所がないからいらねえとか言ってた世代だからね。そんで、現金の方が嬉しいって言ってたわけなのよ。すなわち、巡り巡って、過去、節句人形に起きたのと同じ現象が、今、ガンプラにも起ころうとしているのですよ。まさに、時代は繰り返される。思うに、最近、
ビルドファイターズ系のアニメが多いのは、若い世代のファンの開拓。ガンプラのリリースが盛んなのは、今のうちに稼いでおこうという魂胆なのかもしんないね。それは、どうかな？ゾゴックのキット内容としては、100分の1スケールの試作メカシリーズとしては、稼働ギミックに重点を置いた、アップやアップガイとは異なり、稼働ギミック自体は、144分の1スケールとあまり変わらないのが残念無念冷やそうめん。モビルスーツの関節というより、当時のロボットものの関節といった方が良いくらいで、弾丸発射ギミックがない分お粗末な代物なんどすえ。一応、前腕部には伸縮ギミックがついてはいるのだけれどもね。パーツの保持といい、中途半端な代物でして、接着剤が乾く前に動かして、手首が取れたり、ギミックが死んだやつもいたものですよ。何枚だー。このキットが評価されたのは、パーツ分割による色分けが優秀だったおかげでして、そのまま組んだだけでもイメージに近いで気になるので、塗装する部分が少なくて済むと、ガキンチョから交換されたものなんだい。特筆すべきは、モノアイシールドの部分が別パーツとなったことで、改造や塗装が楽にできたのですよ。そのため、手足が動かない分、モノアイで表情をつけることが可能で、モノアイの部分を削って好きなところにシールを貼ったり、麦球や豆電球を仕込むなど、思い思いに改造するモデラーが大勢いたのでございます。そうだっけ？でもね、まあ、なんだ。パーツの愛や、関節の保持力は当時並みでしたよね。要は、悪いってことですよ。腕部や脚部は円柱を多用しているもんでね。パッと見、マジンガーとかのダイナミック系のロボットや、はたまた、パーツ構成の面から、キング上みたいな印象だったものよのう。そんなん言ったら敵作りますよ。最近でも、ガンダムユニコーンやゲームに登場して活躍したんで、人気が再燃する傾向にあるのだよね。少し前でも、マスターグレードのズゴックが発売された時には、ニコイチの作例が増えたこともあったのですよ。これほんと。思えば、ゾゴックに手持ちの武器という発想を視覚的に確認したのは、その頃からだったかもしれないね。それはさておき、ガンプラブーム世代の連中でも、MSV のパーツの多さから、試作メカあたりまでがマイブームだった連中も多いんで、人によっては、思い入れが強い傾向があるキットなのでござんすよ。はい。そんな奴らもいたっけね。